一流の練習ということで、いわゆるね、こういろんな業界でトップに上り詰める人っているんですよ。例えば、まあ、アーティストでもそうだし、あるいは、まあ、例えば、じゃあ、お医者さんとか研究者とかでもそうだし、まあ、僕みたいにちょっとよくわからない仕事でもそうだし、上に上り詰める人って、最初からできるわけじゃないんですね。当然、少しずつ練習とかをしていって、でその結果、新しいことができるようになっていくというのが、基本的な、スタイルなんですよ。そうすると何が言えるかっていうと、じゃあ、一流の人たちが一流じゃなかった頃にどういう練習をしていたのかってことが分かれば、皆さんが本当に世界トップレベルの一流になるのはそれ以降の努力も必要だと思うんですけど、割と大事なのって一流な人が一流じゃなかった頃に何をしていたかってことの方が大事なんですよ。ところが世の中の人ってなぜかもうすでに今一流になってる人がやってる練習を真似しようとするんですよ。でこんなん まず無理で、例えば筋トレをする時とかも、じゃあ世界トップレベルのボディービルダー、自分の尊敬しているボディービルダーがベンチプレス200キロ上げるから、じゃあいきなり200キロからやろうと思っても無理じゃないですか。でこれって、まあ、筋トレとか運動だったら分かりますよね。いきなり上級者向けとかから始めたりしないじゃないですか。でもなぜかビジネスとか、あと勉強とか自分の頭を使う行為とかね、そういったものに関してはなぜかみんなそれをやろうとするんです。例えばじゃあ、投資でうまくいってる人が、じゃあ FX で儲かったらしいと、そしたら自分は FX やろうと。でもそれってもしかしたら200キロのベンチプレスにいきなりチャレンジしてしまってるって可能性もあるわけですよ。だから一流じゃない人は一流じゃないかった頃何をしてそして成功したのかってことを調べた研究から、今日は一流の練習ということで、トップに上り詰める人が、まだ上り詰めた人がトップじゃなかった頃にどんな練習をしていたのかってことを調べてた、まあ、研究をベースにしまして、実はね、彼らが一流になる人とそうじゃない人の違いっていうのは実は明確にあって、一流の人がやっていた練習方法っていうのが実は共通点があるんですよ。いろんなジャンルを調べた結果、5つ練習にですね、共通点があったということで、今日はこの5つの、トップに立つ人たちの練習の、ですね、共通点をお話しして、まあ、その後、まあ、プラスアルファで、いろんなですね、練習に関する、まあ、なんていうんですかね、こう、知識をご紹介しようかなと思います。例えば、まあ、練習しようと思っても、なかなかこう習慣が続かなくなっちゃうよとか、あとはその練習にかける、まあ、意欲だったりだとか、そういうものがなくなっちゃうんです、自分は。だから、まあ、ハマるんだけど飽きっぽく続かないんですよ、人がいると思うんですけど、じゃあ、こういう人ってどういう風にしていけば、まあ、練習が続くのかとか、まあ、そういったテクニックだったりだとか、まあ、そういった練習のコツと、そして、まあ、最初はね、いいんだけど、一流の人で練習を続けるっていう一番難しいことをしてるんですが、この続けるためには何をしたらよかったのっていうことも、今日は解説していこうかなと思いますので、ぜひ、楽しんでください。一流の練習の、に関するですね、一流の人の練習に関する5つの共通点ということでやっていきます。というわけでですね、今日一番最初の研究は、一流選手の練習に、共通するですね、5つのポイントと、いうことなんですけど、はい。このベースになっている研究は、フロリダ、州立大学のですね、アンダース・エリクソンさんとか、あとはエムリー大学のマイケル・プリーツラさんという、まあ、いわゆるこうなんだろう、練習に、関するですね、まあ、プロというか1万時間の法則の話とか流行ったじゃないですか。あの頃、ああいう研究をたくさんやってる人で、要するに人間ってどうやったら効率的に練習できるの、物事を、最も短時間で習得できるのってことを調べたりとかしてるっていう、そういう先生ですね。まあ、結構アンダース・エリクソンさんなんかはですね、めちゃくちゃ有名なので、知ってるよって方もいらっしゃるかもしれないんですが、この方々が一流の音楽家とか、あとはですね、チェスプレイヤーとか、あとは外科医とかね、あとアスリート、こういった人たちの練習を徹底的に調査しまして、一流の人たちが行う練習のポイントっていうのをまとめてくれたっていう非常にありがたい研究がありますので、これをご紹介したいと思います。はい、ちょっと下げますかね。はい、こうすると座れていい感じで、今のぼせる率上がるかもしれないですけど、はい、って感じですね。はい、でどういう風な練習のポイントがあったかっていうと、これね、意外なんですよ。皆さん、ちなみに一流の人ってどうやって練習始めたと思います？やっぱね、僕らが思うやっぱ一流の人ってなんて言ったらいいんだろう、なんか元々天才児とかでこう物心ついた頃から集中力がやばくて、例えばピアノを初めて触った時から、なぜか街中で聴いた曲が全部弾けるとか、最初に聴いた音が全部入っちゃうとか、絶対音感が生まれつきあるとか、まあ、一日何時間も、例えばピアノだったらピアノとか、バイオリンだったらバイオリンにへばりついて、それが行い続けられる、練習できる人っていうイメージがありますよね。あとは、例えば、じゃあ、プロゴルファーの、タイガー・ウッズさんなんかはお父さんがね、そのコーチで、もう毎日そのゴルフの練習を、ね、ばっかりでゴルフだけさせて、まあ、ゴルフばっかりしてたからね、ちょっといろいろ問題起こしたかもしれないですけど、ゴルフばっかりさせて、で、プロになったみたいな、っていうイメージありますよね。でそうすると、あ、皆さんが新しいことを始めようと思ったら、まあ、少なくとも、まあ、1時間とか2時間ぐらいから始めて、まあ、徐々に増やしていかなくちゃいけないかなとか、あるいは人によっては、受験生なんかそうですよね。1日6時間とか8時間とか勉強しないとダメなんじゃないか、みたいな風に思う人いますよね。じゃあ実際どうだったのかっていうと、なんとですね、
トップに立てる一流の人たちの共通点、その1っていうのはですね、練習を始めた時は1日なんと15分から20分単位から始めたんですよ。すごいですよね。でもちろん一流になるにはこれは別にね、ずっと15分とか20分の練習だけでトップに立てるよってことを言ってるわけではないんですが、一流になるには確かに大量の時間は必要です。もちろん僕もじゃあ1日15分とか20分しか本読まないかっていうとそんなことはなくて、ひたすら本読んでますけど、ただ初心者、そういうトップの一流に立つような人でも初心者の時には1日15分から20分程度の練習時間を目標にして、そこから無理しないで徐々に増やしていくということがですね、共通点として出てるんですよ。ここがやっぱり凡人とやっぱこう一流の人の違いで、一流の人ってなんだろう、みんながバカにするようなちっちゃいところから始めて、で大きくですね育っていくんですよ。ビジネスでも全部そうで、最初からお金ガーンって使って借金ダーンってしてドカーンってでかいビジネスを一発目からやる人って大体うまくいかないんですよ。じゃなくてちっちゃく始めて大きく育てるっていうのが皆さんの人生においても、新しいことを習得する場合、いわゆる練習においても大事なんだよということが分かるっていう、そういうですね、ポイントがこの研究から分かってるんですよね。面白いですよね。で、なんでこれ、じゃあ1日15分から20分なのっていうと、実はこれ、先行研究を見てみるとですね、最初のうち、特に初心者の頃って、なんで僕らが大体初心者から脱出できないのか、大体の人は中級者とか、になる前に辞めちゃうじゃないですか。なんかこう、なんか飽きちゃったりとかして。で、なんで続かないかっていうと、これ簡単で、初心者の頃ってモチベーションが大きいんですよ。ただモチベーションが大きいんだけれども、モチベーションを保てなくなることって僕らありますかね。当たり前ですけど、ずっと同じことを続けられるわけじゃないし、保てなくなることあるじゃないですか。でこうなった時に、じゃあいわゆるこうストレスがかかってきますよね。だんだんモチベーションがなくなってくると、ずっと続けなくちゃいけないってやっぱストレスじゃないですか。でこのストレスがかかってる状況下でも続けられないと初心者の領域突破できないんですよ、いつになっても。で先行研究によると、1日15分から20分以上の練習をしようとすると、大抵の人は、僕一番の人を除いて、大抵の人はストレスに負けてやめてしまうってことがですね、分かってるという研究が出てるんですよ。だからこそ、一流になろうとするんだったら、で、あるいは皆さんが一定以上の成果を何かに出したいと思うんだったら、モチベーションがある時こそ15分から20分の練習時間に制限して、でそれで徐々に増やしていくというのが大事ですよ。で、これどれぐらいで増やせばいいのかっていうと、例えば別な研究でロンドン大学の研究とか参照すると、大体人間が物事を習慣化するまでに必要な時間っていうのは、まあ、最低では80日ぐらいかかるよねというふうに言われてるわけです。だからまあ2ヶ月半ぐらいは確保しなくちゃいけないと。でこれが例えば運動習慣とか、そういうふうにちょっとこう困難を伴うもの、まあ、おそらく練習っていうのは基本的に何かを練習する技術の習得っていうのは困難なものなんで、こうなってくると250日ぐらいかかるよみたいな研究とかも出てるので、だから15分から20分ぐらいの練習を250日ぐらい続けるっていうことを考えてでやっていくといいと。で別にこれこれをプレッシャーに感じる必要はなくて、疲れてる時とかしんどい時でも必ずできるぐらいの量にしかしませんっていうふうにですね、僕もいつも言ってるんですけど、こうやってやってもう完全に慣れてきて、もう二日酔いでもできるわみたいな、これぐらいのレベルになってから時間を増やすぐらいです。時間を増やすと必ずストレスが上がります。でこのストレスに耐えられないと皆さんは基本的には、その初心者の領域を突破することができないんで、故に長く続けられることに対して意識を持っていくっていうのが一流の人の特徴なんですよね。うん、ちょっとぐさっときますよねこれね。どうですか皆さん、やっぱランニングでも筋トレでも何でもそうだけど、やっぱ最初から1時間とかやっちゃいません？まあもちろんね、ジムとかでね、こうパーソナルトレーナーとかにかかってやるってなったら、まあ確かに1日1時間ね以上とかからないと単位がないんであれですけど、まずは自分で、まあワーピーでもいいし、HIIT でもいいし、何でもいいんですけど、まずは例えばじゃあね、運動習慣を1日15分ぐらいから始めてみて、とにかくそれを続けようってところからやっぱりスタートしていくので、だから最初のちっちゃい目標を自分のモチベーションとか欲求で上げるんじゃなくて、抑えて続けるっていうのがプロのやり方なんですよね。というわけで1個目のポイントが、練習は1日15から20分ぐらいから始めましょうということですね。増やしてもいいけど、まあ、少なくとも2ヶ月半。理想的には、まあそうですね、僕の感覚だと半年以上続いたら増やしてもいいけど、ゆっくりやっていくことをお勧めします。もし一流になりたいんだったらね。はい。続いてこの研究2つ目のポイントです。2つ目のポイントは、ミスを全て記録するです。はい、ミスを全て記録する。で、これって勉強とかの場合だとやる人もね、いるんですけど、僕はやっぱり正しくやりたいと思うから、うまくいった時のことばっかり注目しちゃったりとか、自分がミスったことから目を背けたりとかしちゃうんですよ。ところが、ミスったこと、あ、これで失敗したと、これがうまくいくんじゃなくて、これで失敗したっていうところを記録しておいた方が、実際には僕らが一流になるためには役に立つということが、この研究から分かってます。はい。で、実際にこの成功する人たちの方が、やっぱりミスを記録するっていうことにですね、実は長けていまして、うまくいったこととか、あとほら、よくビジネスでもそうじゃないですか。
うまくいかない人って大体成功事例を真似しようするんですよ。YouTube の成功事例とか、なんかこうビジネスのなんとかね、社長の成功事例とかの本ありますけど、あんな読むぐらいだったら、僕だったら倒産しちゃった会社の歴史とか、倒産する会社とか破産しちゃった会社が破産する前に何が起きてたかとか見る方が僕は好きなんですよ。なんでかっていうとそっちの方が参考になるんだ、はるかに。はい。成功した時ってね、いわゆるこう成功したその欲求ってすごい耐え難いもので、自分をすごく見せるために、ほとんどの人はそれを盛るんですよ。で、僕みたいにあれですよ、ディーラモニーとかに、こう、昔からね、ニコニコとかもそうですけど、記録が残ってる人は盛りようがないんですよ、僕なんかは。だって、辿ったらわかるから、盛りようがないんで、僕は別にそう、そんなにしないんだけども、それをね、辿ることができない人っていうのは、やっぱり盛っちゃうんですよ、どうしても。まあね、株価のね、を上げるためにもしょうがないってところはあるんですけれども、実際にこの、研究では、医者を対象にするっていう、一番その盛ったりとか、何かをこうしてはいけないような業界、を調べてます。医師をですね、対象にした研究では、優秀な人ほど自分のミスをすべて記録していたということが分かってます。要するに、お医者さんっていうのは、人の命を預かる仕事で、決してミスが許されないような人たちだから、言ってしまえば、ミスはまあ、もともと少ないと思うんですけど、自分のミスを認めづらい、なんていうの、職業なんですよ。例えば、じゃあ、お笑い芸人さんとかだったら、ある程度ミスってもう笑い話に変えられるからいいけど、お医者さんって医療ミスなんか、笑い話にもできないじゃないですか、当たり前なんだけれども。で、こういう、間違いが許されない。そして間違いを正面から受け取ることが非常に難しい。プライドも高いし、給料も高いし、社会的地位も高いし、そしてミスが少ないというですね、イメージを持たれているお医者さんの中でも、優秀な人ほどミスをちゃんと全て記録していて、優秀じゃない人は自分のミスを記録する癖がなかったんですね。で、これ、この記録の仕方にも実はポイントがありまして、このミスを記録する際に、なぜ自分はミスったのか。とか、なんで自分はその作業を難しく感じているのか、ミスをするってことは、やっぱり何か難しいなと思ったりとか、あるいは、じゃあ、まあ、例えばですよ、ボンミスをした場合も、自分よくボンミスするのは何だろうって、なんで自分はそのケアレスミスを防ぐってことが難しいんだろうみたいな風に、ミスをした理由と、なんで自分がその、作業においてミスをしやすいのか、難しいという風に感じているのかっていう、そういった推測も交えてミスをメモするっていうのが、重要な傾向だったんですね。つまり自分がミスっただけじゃなくて、ミスをした原因の仮説、そして自分がそれを難しいと思ってしまう心理的なですね、感情的な部分の仮説ですね。この原因と感情的な部分、この2つをセットでミスを記録するってことをしている人が、やはり優秀で一流になりやすかったってことがこの研究で出てるんですよ。はい。で、これね、なんでそういう風になるのかっていうのも、これも非常に明確にこの研究で出てまして、自分の、ミスをちゃんと記録しておかないと、フィードバックが得られた時に、例えばビジネスも何でもそうですけど、自分が何かやった時に、あ、これうまくいかないなとか、あ、これやってみたんだけど、なんかピンとこなかったなってことがあった時にですよ、自分の、その最初のミスだったりだとか、その記録しているメモに戻って、なんで自分が間違えたんだろうか、何がいけなかったんだろうか、ね、他と共通点は何だろうか、改善点はどこだろうかっていうことを深く理解できないんですよ。だから、自分がミスった理由とか、その時の憶測を覚えておかないと、大体自分がやったことに対してすぐ結果が出てくるんだったらいいんだけど、その結果がすぐ返ってこない。例えばビジネスでもそうだし、自分の例えば就職とか資格でも勉強でも何でもそうですよ。この動画配信とかでもそうですよ。やっぱいきなり以内なら100万人とか200万人なんかいかないんで、でも最初の頃うまくいったことうまくいかなかったことってことを記録しておかないと、後で成果が出た、あれ出なかった時に間違えた理由に戻れないんですよ。戻れないから、ただ単な時間の無駄になってしまうんですね。なんか失敗を無駄にしないで、いつか自分が一流になるための糧に変えていくっていうのがやっぱり一流の人たちがやる行動なので、結構コツコツ昔のミスとかっていうのを、記録していたということが分かってるんです。で、あるいは本当の天才だったら記録しない人もいると思うんですけど、これですね、記憶力がめちゃくちゃいいんですよ。例えば、将棋の棋士の人とか、囲碁のですね、いわゆる名人みたいな人たちとか、あとはチェスのグランドマスターとか、ああいう人たちってチェス盤の記録全部覚えてるんですよ。記憶として、要するに自分がこれ刺した後相手がこう刺してっていうのを全部覚えてて、この盤面再現できるみたいな超能力みたいな能力ですよね。で、こういうレベルの能力があったらいいんです。でもこれも同じですよね。わからないから、覚えてられないから僕らは記録するんですが、彼らはその強靭な記憶力のせいで覚えることができてるからうまくいってるだけで、そうじゃない人が一流を目指そうと思ったら、やっぱり記録しないといけないよということなんですよ。はい。というふうにですね、結構地味でしょ、テクニックが。でも地味なんだけど、一流の人たちの共通点ってのはここなんです。はい。地味なことを無理せず続けた結果、やっぱりトップに行ってるんですよ。今回の2番目、一流の練習その2ともう一回あります。その3では、スキルの習得率を高めるためにはどうすればいいのかって話を中心にあります。要するに僕らが何かを練習した時に、できることとできないことが最初出てきますよね。例えばこの技はなんかやりやすいんだけど、この技はできないよなとか、例えば数学とかの問題でも、この問題ってベクトルの問題は解けるけど、ちょっと微積が苦手とか、まあ、逆もしかりですけど、そういう風に習得しやすいスキルと習得しづらいスキルっていうのが僕らあるわけですよ。まあ当たり前なんですけど。で、ここで一流の人は何をするかっていうと、
自分が苦手なスキルも上手に習得していくわけです。習得率を高めるためのやり方を練習するわけです。つまり練習を通して彼らって自分のいわゆるスキルの習得率を上げるための方法っていうのを探していくんですよ。つまり練習の仕方を練習していくみたいな、そういうところがやっぱり上手い人たちってなって、今回はそんな様々な研究から僕らが何か新しいこと、例えばそれは資格習得でもそうだし、ビジネスとかに関する重要なスキルでもそうだし、英語の勉強とか、いわゆる数学とかそういった勉強、全部そうなんですけど、そういった勉強法の中で、まあスキルの習得を高めてくれるための方法っていうのを、今回の第2弾と第3弾では紹介していこうというような内容になっております。だからぜひですね、いろんなまあやっぱジャンルでこの練習って結構間違えてるんですよ。例えば勉強の仕方もそうで、僕は一応前回のね、放送でも紹介しましたし、今日の番組の概要欄、のですね、方から、Amazon で僕のオーディオブックが無料で聞けるというキャンペーンやってるんですが、これででもですね、この概要欄の方にあるリンク、押してもらうと出てくるんですけど、僕は超効率勉強法って本出したんですけど、それは、いわゆる世の中で言われてる勉強法って間違ってるんですね。間違ってるから、一回間違えた問題とか、一回間違えたことを、また間違えちゃうわけですよ。そうすると皆さんやる気なくなりません？例えば最初は頑張って勉強するんだけど、何回やってもできるようにならないし、わ、子供ね、苦手で毎回解けてんだよなって挫折すると、勉強の仕方が間違っている。この練習の仕方が間違っているから挫折してるだけなのに、自分は能力がないんじゃないか、勉強ができないんじゃないか、周りに対して自分が劣等感を感じる。そういうことが起きてしまって、結果的にやめちゃうんですよ。だから、大事なのは、最初は、前回言ったみたいに一流の人がですね、最初からやっていた、初心者の頃やってた練習法を学んで、続けるための方法とか一流の道っていうのを作って、その途中で自分が挫折したりとか、嫌な気分になったりとか、ダメなんだっていう思い込みを抱えないようにするために、スキルの習得率を高める方法っていうのを極めていけば、例えば、本を読んだ場合でも勉強する場合でも、同じ間違いがなくなって、一回間違えたことができるようになる、分かるようになると、これってすごく楽しいんですよ。最初分かんなかったことが分かるようになる、できなかったことができるようになるって、実は人間にとっては一番のモチベーションである、成長ってものになるんですよ。だからこの成長をよりたくさん感じるってことは前に進めるから、一流の人たちがやってるところはここなんです。要するに続けるためのベースラインを作ったら、そこからスキルの習得率を上げていくことによってどんどんできることが増えていくから、そしたら楽しくなりますよね。当たり前だけど、そしたらどんどんやる気も出るじゃないですか。で、このやる気につながるのがこのスキルの習得テクニックだから、今日はそれを中心に紹介しようというような内容になっていくわけなんですね。だから成果が出るものってやっぱり人間って好きなので、その成果を出すための方法を今日は紹介しようという内容ですね。はい、ではですね、いくつか、紹介していこうと思うんですが、実はこれ調べてみると面白いのが、一流の人って本当に天才で才能があると僕らは思ってるんですが、どうやらそうじゃないんですよ。多分ね、コツを見つける才能はあるんだと思います。でもコツを見つけるのは、実は科学者が、ちゃんとですね、その研究やってくれてるので、今回といわゆる、次回、今回一応前半、で、次回が、後半という形で、14の練習法、一流の人がやっている14の練習法ということで紹介するんですが、今回前半の部分では、結構ね、簡単にできるんだけど、効果が高い練習法を紹介します。それではまず一つ目ですね。一つ目、一流の人がやっている練習法、その1、メディアをたくさん使うです。メディアの多様性を利用するというのが一つ目の練習法です。どういうこと、メディアの多様性って皆さん思うかもしれないんですが、メディアって簡単に言うと、何かものを学ぶときに、本で学ぶのか、オーディオブック、音で学ぶのか、目で見て学ぶのか、図解で学ぶのか、自分がアウトプット、例えば声に出したりとか、紙に書いたりとかするのか、こういうふうに、僕らが物事を、インプットまたアウトプットするときって、必ず、どのようにインプットするのか、どのようにアウトプットするのかっていうメディアが介在しますよね、間に。で、このメディアの、多様性を作ってあげればあげるほど、実は僕らって、物事を習得する確率が上がるんだよと、習得スピードが上がるんだよってことが分かりましたってのが、ウォータール大学の研究ですね。これがまず一つ目の研究です。だから、僕ね、よくね、言われるんですよ。大吾さん、その本って、読んでた本ですよねって、読み直してるんですか？しかも、Kindle でって聞かれると。これどういうことかっていうと、僕ね、本買うでしょ。例えば、こういう、本を買うじゃないですか、一冊ね。本を買ったら、なんとですね、紙の本と、本当にいい本だったら、紙の本を、Kindle とオーディオブックでも買うんですよ、僕。そう。これ前話したことあると思うんですけど。で、紙の本読んで、ほーって思ったら、また知りたいなと思った時に、Kindle でさ、その好きなところを調べたりとか検索できるので、で、それで、Kindle とかも買うわけですよ。それで見ると。と同時に、移動中にやっぱり音で聞くと、脳への入り方が違うんですね。紙の本のいいところは飛ばせるところなんで、重要なところだけこうやって、ね、見ながら読めるんですけど、オーディオブックって全部わーって音で入ってくるんで、倍速にしたりとかすれば効率よくは聞けるんです
が、音で入ってくるものって、その文脈の構造が入るんですよ。だから僕はよくこうやってペラ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 喋って、基本的にこれもう僕ライブで、ライブじゃない動画も編集一切してないんで、このスピードで普通に喋ってるんですよ。もうちょっと早く喋れるんですけど、なんでこれができるかっていうと、オーディオブック聞いてるから、自分が好きな本とか、あ、この本説得力高いな、面白いなと思った本の、そのいわゆるこう、なんていうんですか、その文章構造というか、それ自体が頭に入っちゃったやつ、オーディオブック使って。だから僕は、そういう風に、インプットするときもメディアをたくさん持つんです。同じ情報でも複数のメディアをの形を持つことによって、インプットのスピードっていうのを上げていくことができるんですよ。で、実際に、例えばこのウォータールー大学の研究では36人の学生を集めまして、120種類のですね、様々な言葉を、覚えるように指示したんですね。で、この時に、普通にまあ紙のにね、こう言葉が書いてあって、それを見たりとか書いたりとかして覚えるグループ、いろんなグループがあったんですが、その中でも、例えば、普通に見て覚えてくださいってやったグループよりも、当たり前なんですけど、この時に内容を口に出しながら、覚えた、グループの方が、記憶力が、記憶量が 1.2 倍になってたんです。20% ぐらい高く覚えるんですよ。覚えるようになるんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、普通に見て覚えるのに比べて口に出す、つまり聴覚っていうメディアを使ってますよね。この聴覚っていうメディアを使うだけで 1.2 倍も、記憶でできる、いわゆるこうスキルを習得するための確率っていうのを上げることができるんですね。だったらいろいろ使わないと損だよねと。で、先行研究とかでも物事を覚えるときに声に出すだけじゃなくて体の動作を使って覚えるとか、例えば英単語を覚えるときもその単語のをイメージするようなジェスチャーとか、例えばじゃあワクワクするよねみたいな言葉を、まあ、英語だったらすぐねなんかいろいろ言えると思うんですけど、素晴らしいなんかね、なんかねエキサイティングとかいろんな言い方あると思うんですけど、これじゃあ例えばフランス語とか他の単語で覚えするとなかなか難しいんですけど、この時にワクワクするって単語を発音しながらこうワクワクした時みたいなこういう動きをするみたいなことをやるともっと覚えられるようになるんですよ。つまりメディアを増やしてるからなんですね。だから一流の人ってのは結構ほら座らないで勉強してこう歩き回りながら勉強したりとか、独り言が多かったりとか、僕もめちゃくちゃ本読みながら独り言したりとか、突っ込み入れながら本読む、なんでやねんみたいなこと言いながら本読むんですけど、あれなんでやるかっていうとメディアを増やしているわけなんですね。だからなるべくこう体の多くの部分とかメディア、例えばそのインプットアウトプットするときも紙の本だけじゃなくて Kindle 使ったりオーディオブック使ったりとか、あと YouTube の動画を見たりとか、だからよく YouTube の動画でもほら本のさ要約動画とかあるじゃないですか。で、あれなんかも実は価値があって、自分が読んだ本をあえて検索して動画で見るってのも、これはいわゆるこうインプットするメディアを増やすための重要な方法なんですよ。そういう使い方も結構できるわけですね。だからいわゆる要約サイトとか、本の要約サイトとか予約サービスたくさん出てますけど、あれなんかもう自分があえて読んだ本で使った方が僕は効率よく知識の吸収ができるんじゃないかなと思ってます。なんでかっていうと、紙で読んでちゃんとこう普通に本として読んで価値がない本、読む価値がない本っていうのは、皆さんに役に立たない本っていうのは、要約を読んだところで価値がないんですよ。だから僕は逆に、要約を読んで、本を読むかどうか決める人もいると思うんですけど、自分が読んだ本の要約を見たりするのは結構好きなんですね。そう。メディアを変えてやるっていうのが大事だというところなんだ。UCLA が1991年に行ったですね、レビュー論文とか見てみると、視覚とか聴覚、複数のタイプのデバイスを使った方が、全体的にスキルが身につきやすいってことが示されてるんです。だからこれは、勉強とか、いわゆる記憶だけではなくて、例えば物事を練習したりとかするときにもなるべくいろんなデバイスを使って覚えた方が身につきやすいわけです。例えばスポーツをするときにこういうやり方でこうやってやるといいんだよってこうスポーツのこう動きとか練習するとするじゃないですか。ね、でそう練習するときにもこれも自分の感覚だけで練習するんじゃなくて、この練習したいときに例えば YouTube を見てみて、あこういう感じなのかって自分の頭の中でイメージトレーニングとか想像とかをして、であとは自分がこうそのスポーツとかやってる時とかに動画を撮ってもらって、でこの動画もいろんな角度から撮るわけですよ。こう外から撮る場合と俯瞰で撮る場合と GoPro とかここら辺につけて撮る場合とっていう風にいろんなメディアに、をですね仕掛けて、でそれでやってあげた方が身につきやすくなるよってことなんですよ。面白いですよね、こうやってね。そう。だから複数のやっぱり視点があった方が、身につけやすいわけなんですね。だから例えば、今言ったスポーツでも、スポーツのやり方とかだったら、普通に考えたら文章で学ぶよりさ、映像で学んだ方がいいと思うじゃないですか。ところが映像だけに絞ってしまうと習得率落ちるわけですよ。映像で見ながら、いろんな人のコメントとか、あとは本とかね、そういうのとか見たら、こういうことなのかなって、こうするといろんな視点が持てるわけですよ。で、複数の視点があると、実際に運動したりとか動いた時に、あ、このやり方はこうなんだなとか、あの本にはこういうやり方がいいよって、バランスは右足を重心にして少し左足に体重隠れて書いてあったけど、自分の感覚化すると少し左足を後ろに引いてあげれば勝手にそういうバランスになるから、これがいいのかなっていうふうに、自分の感覚と他人の感覚の違いってのも複数のメディアがあると身につきやすくなるんですよね。で、こういったところが実は習得に関しては重要なポイントになってくるんですよ。意外ですよね。で、これじゃあ一流になれない人はどうやってやってるかっていうと、
メディアも一個だし、教えてくれる教材とか先生も一人に絞っちゃうんですよ。いろんなものを疑って試行錯誤するんじゃなくて、この先生のこのやり方が最高なんだって信じてやっちゃうんですよ。で、これスポーツの場合だと感覚が違ったりとかしてうまくいかないし、投資の場合なんか怖い話だと思いません？この人がこの投資の神様をお勧めする、これドーン、これであなたも年収1億円みたいな怪しい情報商材とかありますけど、ああいうの見て、もう、いや、なんとか先生の教えに従えば、俺も年収1億円になれるんや、みたいな、だから1000万貸してくれ、みたいなやばい人がいますけど、どんだけやばいか分かりますよね。一つのメディアに頼るってことが、一つの情報源に頼るってのがどれだけやばいかってことが。そう。なんだけど、一流になれない人はこれをやるんですよ。盲目的に信じるんですよ。すべてを。そう。だから、複数のメディアを持つっていうのが、一流になる人のための条件なわけなんですよね。結構面白いですよ。こうやって見ると。もう一発目から、これあと14個ありますからね。この手のひっくり返り方をするテクニックあと14個あるので、はい。結構ね、この一流の練習シリーズは、ちょっと本になるかもしれないなと思ってるぐらい結構面白い、内容かなと思います。はい。宗教とかもそんな感じですよね。なので、やっぱり最終的にはいろんなメディアを使って学習を行った方がいいよってふうに言われているわけなんですね。まあ、実際に例えば、デジタル上で、勉強した方がいいって言われてる、ものっていっぱいあって、最近出たデータだとですね、iPad とか、タブレットを使って数学の勉強とか、科学の勉強とかを、した、子供たちっていうのは、数学能力は科学的なんですね、推論能力に、著しい向上が見られたみたいな研究とかあるんですよ。だから、数学のさ、図形の問題とかやるときにさ、やっぱりタブレットとかでさ、iPhone とかタブレットとかでさ、そのグラフの動きが分かったりとか、微積分とかもイメージつけやすいじゃないですか。このぐら、式がこういうグラフを描くのねとか、あとはその、例えば科学的な化学式とか、そういう、例えば科学的なその、なんだろう、物質とかの、化学とかのね、構造とかを覚えようと思った時に、やっぱり立体模型で、あ、なんかね、水ってなんかミッキーマウスみたいな形してるんだな、なるほど、とか、ベンゼンってこんな面白い形してるんだ、とかっていうのが立体でやっぱ分かった方が、絶対勉強進むじゃないですか。まあ、みたいなのと全く同じで、最終的には学習っていうのはいろんなメディアで同じ情報をいろんなね、インプット、そして同じことを、自分がしてる同じことをいろんな形でアウトプットするということをした方が、まあ身につけやすくなりますよっていうのが1個目の、一流の練習でした。はい。続いて、2つ目です。はい。2つ目の、一流の練習は、手探りで練習せよです。はい。手探りの練習で、1.2 倍、上達しますよというのが分かってますよっていうのが二つ目の研究ですね。で、これですね、チューリッヒ工科大学の研究なんですが、どういうこと？手探りってどういうこと？って思うと思うんですけど、皆さん例えば新しいことをやろうと思った時にどうします？当たり前ですけど、やり方分かんないから本見たりとかね、学校に通って習ったりとか、先生についてもらって教えてもらったりとかしますよね。当たり前ですよね。いきなりぶっつけ本番でやらないですよね、普通は。ところが科学はですね、逆のことを言っているんですよ。はい。チューリッヒ工科大学の研究では13歳の生徒75人を集めまして、2つのグループに分けました。はい。1つ目が生産的な失敗グループです。これどういうことかっていうと、何の指導とかサポートとかも、ガイドラインとかも、そういうのも与えないで、複雑な問題とか複雑なスキルっていうのを、なるべく自分の力だけで解いてもらうということを行ったのが生産的な失敗グループです。はい。具体的にはですね、割と複雑な数学の問題を平均的な速さで解いてもらったと。だから要するにぶっつけ本番で、学校とかの模試みたいなやつですね。ああいうのをやってもらったというのが生産的な失敗グループです。とりあえずやってみってやらせたグループです。で、二つ目のグループが直接指導グループです。これはどういうことかって言っても名前の通りですが、先生、教師、コーチが、ガイドラインを教えたりとか、適切な、まあ、ヘルプを与えてあげて、で、それではここはこうやったらいいと思うや、そういう失敗の時はこうした方がいいと思うよっていうふうにちゃんと教えてあげてやったグループですね。一般的なやり方です。つまり、ぶっつけ本番で、いいからやってみって普通にやらされたグループと、ちょっと教えてあげて、時々サポートもしながら、教えてあげた、グループ。この二つにですね、分けたんですよ。で、当然なんですけれども、結果どうなったかっていうと、生産的な失敗、つまり何も教えてもらえない状態で、いいからやってみてぶっつけ本番やらされたグループの方が、当たり前なんですが、問題は解けませんでした、やっぱり。問題も解けなかった、いわゆる問題解決はできなかったんですよ。教えてもらってないからね。で、これだけ見ると、やっぱり、コーチがいて、先生がいて、ちゃんと指導しなくちゃいけないんだって思いがちなんですよ。なんですが、この後でですね、まあ、いわゆるこう、みんながね、その失敗して答え合わせをして学びますよね。ある程度ね、あ、こうだったんだとか、ぶつけ本番だったけど分かんなかったこうだったんだとか、教えてもらった側は、いや、教えてもらったけど忘れたな、これ、みたいな風に思いながら、こう、ね、復習とかするわけですよ。で、こういうのを一通り終わった後、その後、同じジャンルでテストを行ったところですね、何が分かったかっていうと、
直接指導をされたグループよりもぶっつけ本番でいきなりやって最初に大きな失敗をたくさん経験していた、生産的な失敗グループの方が応用問題をですね解ける確率っていうのが高まってたんですよ。具体的に言うと、大体、直接指導を受けたグループに比べて 1.1 倍から 1.2 倍、のですね、範囲で、この応用問題に対する正解率っていうのがですね上がっていたわけなんですね。つまりまとめるとこういうことです。スキルを効率的に学びたいと思うんだったら最初から学んじゃうとスキルの習得率っていうのが落ちるわけです。一方で最初はぶっつけ本番でいいから、もちろんスポーツとかね、まあ、車の運転みたいにああいう危険性を伴うものは最低レベル、いわゆるこう危険を回避できるレベルまでは教えるべきなんだけれども、細かいやり方とか細かいガイドラインっていうのは与えないで自分で最初経験させる、この最初ぶっつけ本番で経験させるっていうことが後々のスキル習得に効いてくるんですよっていうのがこの二つ目のポイントなんですよ。はい。だからスキルを効率的に学ぶためには、わけもわからない状態で一定期間試行錯誤を繰り返してあげるということをやってから、まあ、適切なコーチだったりとか指導とかをですね、受けていくっていうことをした方が、後々応用が効く可能性が高いんですね。だから、最初から会社、いわゆるこうね、いわゆるこう、なんて言ったの、研修みたいなものに行ったりとか、いわゆるこう、勉強のために何かね、手取り足を教えてくれるようなですね、コーチって人気がありますけど、こういうところに行っちゃうと、凡庸に終わっちゃうんですよ。初心者の頃にモチベーションがうわーってあって、いろんなことをぶつけてもいいからやってみようっていうふうに思えるような状態の時に大きな失敗をして試行錯誤を繰り返すっていう経験をしてあげると、これが後に効いてくるんだぜってそういう話なんですよね。はい、面白いですよね。はい、というのが、まあ、一流の練習その2なわけなんですよ。はい、あ、これはライブです。はい、これはライブでやってますね。はい、面白いでしょ。だからね、結局僕らが思ってる一流の学校に、一流の塾とか、一流のこういうところに入れたら子供は成功するんだとか、自分ももうこのスクールに通えたらもう絶対うまくいくだろうと思う人いると思うんですが、将来的にはこれがですね、応用が効かない人間になってしまう可能性があると。だから実際ね、歴史に名を残してる一流の人たちって最初から最高の教育を受けてない場合が結構多いですよね。意外と貧しかったりとかして試行錯誤して、でそれである程度才能が認められてきたところで正式な教育を受けるという人が、まあアーティストでも何でも多いじゃないですか、やっぱり。うん、アーティストとか、まあ、画家とかでもそうだし、音楽とかでもそうなんですけど、そういうところから入って後から正式な教育を受ける人が結構多いんですよね。だからこの手探りで勉強する、学ぶっていうのは重要なんですよと。その結果応用問題、自分がその知識とかスキルを応用しなくちゃいけないフェーズに入った時には 1.1 倍から 1.2 倍その応用問題です適応力が上がっていたということが分かったって面白い研究なんですね。はい、というわけでこれが2つ目の、スキルでした。上達な科学、最速で何かを身につける能力を鍛える方法ということなんですけど、まあ、これ今日はですね結構いい放送です。なぜかっていうと、そもそも僕らが物事を上達するってどういうことなのか、新しいことを身につけるってどういうことなのかって話からですね今日は入ってきます。で、そもそもね、例えばそういう物事を身につけるのが早い人と遅い人っているじゃないですか、世の中には。なぜこの違いが出るのかってところまで今日は話して、でさらにですね、じゃあ僕らが物事を身につけやすくするには何を鍛えればいいのと、つまり物事を身につけるための、新しいことを身につけるための基礎体力というか基礎能力みたいなのあるのって話をですね今日はお話したいと思います。なので今日やって、ご紹介する話はですね、基本的には何やるにも役に立ちます。何やるにもというか、特に新しいことを皆さんが何か今年こそ身につけようとか、スキルを身につけよう、英語を勉強しようでもいいし、ね、なんか他の語学をやろうでもいいし、スポーツを上達したいでもいいし、なんか資格試験とかを頑張りたいでもいいし、何か新しいことを皆さんがやりたいと思ってるんだったら、その全ての人たちにですね、今日は使えるテクニックになります。はい。ね、はい、というお話ですね。はい、というわけでじゃあ今日もよろしくお願いします。でですね、すいません、ちょっと僕は今ちょっと肉を焼いておりまして、ちょっと途中で一瞬出るかもしれないですけど、一瞬ちょっと向こうに行ってまた戻ってくるかもしれないですけど、はい、ちょっと肉をね、そう何話したいのって感じなんですけど、だから料理とかにも使えます。でですね、これもともとですね、この何かを身につけるスキルって何なのっていうところなんですけど、結構ですね、心理学のジャンルだと、そういう例えば特定のジャンルを身につけた人って他のも身につけるのが上手くなるんじゃないのっていうふうに昔から言われてたんですよ。例えば英語をマスターした人はですね、多分イタリア語とかフランス語とかスペイン語とか、そういうヨーロッパ圏の語学を学習するのも確かに早いんですよ。まあ大体語学学習だと日本人が、本気で英語を勉強しようとするとですね、英語漬けの環境でもですね2000時間以上かかっちゃうんですけど、1回英語を身につけてる人、またはですね、英語圏の人がイタリア語とかですね、
ドイツ語とかそういう英語圏の言葉をですね、あのヨーロッパ圏のですね言葉を身につけようとすると800時間程度でですね、身についちゃうんですよ。だからやっぱり近しいことを勉強してるとやってるとですね、これ転移って言うんですけど、学習転移って言うんですけど、要するにですね、自分が学んだことをベースにして新しいことを学ぶから学びやすくなるよねというふうなことが、ね、よく言われてるんですよね。まあ、だから例えばですけど、あの例えばピアノをやってた人は、ね、例えばそのなんか音の感覚が鋭いから他の楽器ができるんじゃないのとか、バイオリンやってた人がですねチェロできるとか、フルートやってる人がですねサックスの上達が早かったりとか、あとは例えばあのね、あのテニスね、ソフトテニスやった人があの公式のテニスもですね上手かったりとか、そういうですねこう何かを学習した時にその次にね何かを見つけようとした時にそれが早くなる現象のことを転移って言うんですよ。でこの転移ってどこまで起きんのっていう話がありまして、でこのですね転移っていうのは、例えばですよ、で今言ったみたいに軟式のテニスと硬式のテニスだったらラケットとボールが違うだけだから、まあ多分ちょっと矯正すればできますよね。はい、ところがですね、もうちょっと離れた転移は起きるのかと。だからよくありがちなのは、囲碁とか将棋をやってる人が記憶力が高いんじゃないのとか、数学が得意なんじゃないのとか、ね、よくありますよね。あとはですね、例えば子供の頃からやっぱりソロバンやっとくとですね頭が良くなるとか言われて、ソロバンやってる人が数学が得意だとか、ソロバンやってる人はなんか論理的に考える思考能力が高いんじゃないのとか、そういったお話がですね、こう出てくるわけですよ。でこれはいわゆるさっき言ったあの軟式の、テニスから硬式のテニスっていうのは近い転移なんですね。これは起こりやすいと。で遠い転移っていうのがさっき言ったみたいな、例えば囲碁とか将棋やってたら、記憶力が高いとか数学能力があるとか、そういうのがですね本当にあるのってですね結構ですね、理論が行われてるところだったんですよ。でこれを読み解けば、例えばあらゆるものに対して転移が起こりうるような何かを見つけることができたら、例えば、まあ、わかんないですよ、例えば何かのトレーニングを行ったら全てのですねものを身につけるために、そのかかる時間が減ると、手間が減るということが分かればですね、つまり上達するための方法、上達するために僕らが何か将来やりたいことができた時にすぐそれを身につけられるようにするには何をちっちゃい頃からあるいは何を今からやっておけばいいのかって話が分かるよねっていう研究なんですよ。でですねこれ遠い転移ってあるのかってことを調べた研究をですねリバプール大学がですね行ってくれました。はい、リバプール大学のレビュー論文ですね、でですねこれ学習転移について調べた論文です。で結論から言うとね、転移って遠い転移はですね起こらないんですよ。ほとんどほぼ起こらないんですよ。だから、例えば囲碁とか将棋やってる人は記憶力が半端ねえと。例えば囲碁の棋譜なんか全部覚えてるし、囲碁っていうか将棋の棋譜なんか覚えてるし、囲碁とかも、すごいプロの人とかは全部最初から再現できますよね。あれね、面白い実験があるんですよ。あれ、本当なのってことを調べたものがあって、確かに彼ら再現できるんですよ。ところが、ランダムに囲碁の盤面に白黒を置いた場合とか、将棋もそうなんですけど、将棋の駒もランダムに置かれたものを覚えろって言われると無理なんですよ。そう。普通の人と変わらないぐらいの記憶力しか発揮しないんですよ。つまりなんでかっていうと、彼らは囲碁のストーリーとかその展開を覚えていて、決まった方とかを覚えていて、それで記憶に入れてるんですよ。だから、ただ単に記憶力がいいわけではなかったんですよね。そう。みたいな、ものが、この研究でも同じような風に分かってます。例えばこのリバプール大学のレビューだと、遠い転移、調べたものです。例えばチェスが上手いと論理能力が高まるんじゃないか、まあ、日本で言うことか勝利みたいなもんですよね。あとは音楽を学んだら認知機能がアップするのかどうかとか、あとは筋トレでワーキングメモリーが上がるのかどうかとか、ワーキングメモリーってのは短期記憶能力みたいなやつですね。はい。で、こういうことをですね、調べてきたんですけど、結局ですね、まあ、昔から言われるのは、チェスとか楽器とか、ね、うまかったりとか、語学がですね、堪能な子供っていうのは、IQ テストのですね、成績もいいっていうのとか結構出てるんです。知能テストの、ね、成績がいいっても出てるんですよ。だから、やっぱり転移って得意じゃないのっていう話だったんですけど、実際ですね、やってみると、調べてみるとですね、他にもね、RCT とかメタ分析がいっぱい出てるんですけど、結局ですね、チェスが上手い人、チェス上手くなるだけで、他のところに転移起きてなかったんですよね。だからですね、英語ができると、まあ、さっき言ったみたいなフランス語とかドイツ語とかができるから、それぐらいのレベルの転移はあるんだけど、チェスができてもチェスのルールには詳しくなるんだけど、合理的に判断能力が増したりとか、いわゆるですね、こう論理展開力が上がるとかいうわけじゃなかったんですよね。そうっていうね、っていうお話なんですよ。そうだからですね、実際は何かをやってそれがですね他のことにも活かせるっていうことがですねあるかどうかって、これは結構怪しいよねってお話だったんですよ。が1個だけあるんですよ、これをする方法が。でこれは何かっていうとですね、気になりますよね、多分どうやったらこの転移が起きやすい能力があるのかと。で実際にじゃあ例えばその近い転移は起こるし、中にはですねやっぱりあの例えばじゃあ何将棋ですごいプロレベルになってる人がチェスでも勝ったりとかする場合とかもあるようにですね、
転移が起きてる場合もあるよねと、それはどう説明するのってことなんですけど、実はですね、これ、一個だけ聞くものがあって、これ何かっていうと、ワーキングメモリーを鍛えるってものに関してはですね、どうやら効果あるかもしれないと、そう。だからつまり、僕らが新しいものを身につけをするときには、何をしてるかってことを考えるとわかるんですね。つまりそれは、最初にたくさんの情報を処理しないといけないんですよ。で、この処理能力を上げなくちゃいけないと。で、ワーキングメモリーって何かっていうと、頭の中にある短期記憶能力で、そこにですね、覚えておかなくちゃいけないこととか、自分がですね、意識してやらなくちゃいけないものを一旦置いとけるんですよ。で、一旦置いといて、で、その状態で理解していくってことがすごく大事なんで、まあ、簡単に言うとワーキングメモリーって机の広さみたいなもんです。例えば、ね、慣れてる勉強とか、簡単な作業だったら狭い机でもできますよね。ところが、新しいこととか、どっから調べたらいいかわからないこととか、辞書をたくさん広げて、調べなくちゃいけないような複雑なことを皆さんやれって言われたら、広い机がないとやりづらくてしょうがないですよね。こっちで開けた、あ、ここにない、あれだ、どこ行ったっけ、あの本みたいになっちゃいますよね。つまり、これがワーキングメモリーです。はい。で、このワーキングメモリー、いわゆる皆さんの頭の中の作業用の机の広さっていうのを、広げる方法がね、いくつかあるんですけど、一つはですね、YouTube ライブの、ご覧の皆さんも、もですね、できるように紹介します。で、これは何かっていうと、リンク貼ってあったかな。僕とね、うちの弟と、僕とですね、弟が一緒に作ったですね、アプリがありまして、ちょっとまあ、後でコメント欄に入れとこうかな。あるいはですね、番組の概要欄見てもらうとあるんですけど、デュアル N バック課題っていうですね、デュアル N バックってテストがあるんですよ。DNB ってアプリを僕とですね、弟で作ったんですけど、これですね、短期記憶を鍛える、短期記憶、いわゆるワーキングメモリーを鍛えるためのアプリなんですが、まあ、全部無料なんですけど、はい。で、こういうアプリがあって、これやってもらうと、短期記憶能力はです、というですね、まあ、いわゆるワーキングメモリーが鍛えられるよってことが分かってるんですよ。で、これ具体的にどういうものかっていうと、数字とですね、位置を覚えていくゲームです。はい。まあ、よくだから昔あったのだと、すっごい分かりやすいざっくりした例を言うと、例えばさ、5番の目があって、数字がパッ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 パって全部出てきます。1から9まで。ランダムに出てきて。で、出てきたのを順番を覚えて、1から9までこうやってタップしていくようなゲームとかありましたよね。はい。ああいうのがですね、ワーキングメモリーを鍛えられるようなゲームの、代表例なんですけど、まあ、それでも、の中でも特に科学的に根拠があるよって言われてるものをですね、作ってありますね。今ちょっとコメントとかでも YouTube の方には出しておきますわ。はい。今コメント欄のところにも出しておきましたんで、まあもしよかったらチェックしてみてください。はい。これでですね、一応鍛えられます。がね、がですよ。これワーキングメモリーをですね、デュアル N バックでですね、鍛えてもらえば、確かにワーキングメモリー能力上がるし、何かを見つけるスキルも上がるんですよ。集中力も上がるし、メンタルも強くなるんですよ。なるんですがね、ここで、まあ、ニコニコ見てる皆さんは多分それやってくれるでしょう。で、YouTube を見てる人は、これも多分やってくれると思うんですけど、飽きるんですよ、結構。デュアル N バックって、やってみると。うん。やっぱ毎日できないなとか、あとは、ニコニコ見てる人は、デュアル N バック以外でも、ワーキングメモリーを簡単に鍛えられる方法ないんですか？例えば、瞑想どこでは鍛えられないんですか？とかってことを聞かれるんですよ。でですね、今日はですね、ワーキングメモリーが鍛えられる、デュアル N バック以外の方法を集めました。はい。なんで、これを一気にご紹介して、で、さらにですね、ニコニコの方に移ってからはですね、ワーキングメモリー以外の方法で、新しいものを身につけるためにですね、どうすればいいのかって話をします。一応、今日のですね、ニコニコの方に移った後半のですね、一応メニューとしてはですね、ワーキングメモリー鍛えるための方法、デュアル N バックを含めてそれ以外の方法も全部ご紹介します。で、さらにですね、リコンソリデーションというテクニックをご紹介します。これ何かっていうと、あらゆるトレーニングとか、あらゆるですね、スキルを身につけるための練習のですね、成果を2倍にさせるですね、科学的な秘訣っていうのがあるんですよ。そう。練習のが身につく、スキルが身につくですね、スピードというか成果がですね、2倍に増えるためのですね、非常に簡単な方法で、僕もいつもやってる方法なんですよ。だから僕よく記憶力がいいとか、物覚えがいいとか、この前もなんかなんだっけ、あれ、サンジャポンでした時にうちの弟に、兄貴が記憶力がやべえみたいなことを言われましたけど、これなんでかというとですね、このリコンソリデーションちゃんとやってるからなんですよ。で、この、僕がやってる方法っていうのもご紹介します。で、さらにですね、新しいことを学ぶための次の壁っていうのは何かっていうと、新しいことって人間嫌いなんですよ。抵抗するんですよ。怖いんですよ。新しいことを勉強するのは。じゃあ、どうすればこの恐怖を乗り越えられるのかっていう話も、お話したいと思います。あるいはですね、自分がちゃんとうまくできてるかなって不安を感じる人とかね、これでいいのかな、これでいいのかなっていうふうにそわそわしちゃう人とかいると思うんですけど、ああいうのもですね、なくしていく方法をですね、今日はご紹介していこうと思いますんで、今日はですね、ここから先はですね、ニコニコの方に移動しまして、ワーキングメモリーのですね、鍛え方、そしてあらゆるトレーニングの、成果をですね、2倍にするための方法、そして新しいことを学ぶ恐怖から、脱却する方法っていうのをですね、3つ3問立てでご紹介したいと思っておりますんで、
今日もよろしくお願いします。というわけでですね、 YouTube ライブをご覧の皆様ですね、今年こそ何か新しいことを見つけたいと、毎年毎年何も見つかなかったけど、というのはこれ皆さんね、ワーキングメモリーがですね、来たってなかったからって可能性があるんですね。やっぱりほら、あのね、ギルティギアエグゼクスに出てくるですね、あのね、なんですか、あの怪、ロボ怪じゃないですけど、あのダメなやつは何をやってもダメみたいな、なんかそういうこうね、技がありましたけど、でそういうセリフがありましたけど、ああいう感じになっちゃうけど、ダメなやつっていうのは何かっていうとですね、ワーキングメモリーが鍛わってない人なんですよ。ってことは逆に言えば鍛えれば何でもできるようになるんですよ。僕も飽きっぽくてどうしようもなかったけど、やっぱね、ワーキングメモリーを鍛えるようなことをやってあげるとですね、結構簡単に物事が身につけられるので、ぜひですね、皆さんも今年は条件に陥らないように、まずワーキングメモリー鍛えて、それから新しいことをチャレンジしてみるってことをやってみてはいかがでしょうか。1万時間の法則って皆さん知ってます？あ、まあね、よく自己啓発の人たちとかもね、取り上げたりする有名な法則なんですけど、これ何かというと、どんなことでも1000時間やるとそれなりに身につきますと。で、さらに1万時間やると、世界のトップレベルというか、いわゆるプロの人たちですね、のところまでいけるよっていうのがですね、よく言われる1万時間の法則ってやつです。はい。だからまあみんな1万時間を目指して頑張るようにみたいなのですね、本が出たんですよ、昔ね。マルコム・グラドウェルだったかな。はい。でですね、この1万時間の法則って本当に正しいのっていう話がですね、最近出ておりまして、結構最近は1万時間の法則がですね、嘘じゃないかって、不利なんじゃないのっていう風にですね、言われるような、話が出てますね。はい。あ、なんかすごいスーパーチャット来ましたね。ザキマルさん、ありがとうございます。はい。でですね、今日はですね、そんな、1万時間の法則が、じゃあなんでダメだってことが分かったのって話と、1万時間の法則がじゃあダメってことは練習が意味ないのかって、そういうわけじゃなくて、あの練習をする前にすべきことがあるんですよね。それをやってから練習した方がいいんじゃないのって話がですねありますんで、今日はですねその内容を解説しようかなと思っております。はい。というわけで、じゃあ1万時間の嘘ということで、無駄な努力をですねなくすためにはどうすればいいのって話をですねしていきたいと、思います。はい。でこれ結論から言いますわ、何をすればいいかというと、練習をするよりも先にワーキングメモリーを鍛えた方がいいんじゃないかと、であるいは、練習しながらワーキングメモリーを鍛えた方がいいんじゃないのかっていうのがですね、提案になります。あ、今回のですね、経営の研究の結論になります。はい。ワーキングメモリーっていうのは短期記憶能力を使っている場所で、一定時間ですね、記憶をですね、僕らの記憶を保ってくれたりとか、そういう時に使われるですね、まあ、脳の体力みたいなもんですね、メンタルをコントロールしてくれたりとか、それ以外にもですね、いろんなことをしてくれてるんですけど、このワーキングメモリーっていうのは鍛えられるんですね。でこれが高ければ物事を身につけるスピードってのは速くなるんです。なぜかというと、ワーキングメモリーって短期記憶能力だから、一瞬で、何かこう頭に入れようと思うと短期記憶を使うんですけど、新しいことを僕らが学ぼうとする場合って、一回短期記憶にですね学ぶための何かこう、勉強内容とかテクニックとかそういったものをですね頭に入れて、でそれが長期記憶になってくるので、一回に学び取れる量がまあ多分増えるんですね。まあ乱暴なちょっと例えですけど、だからワーキングメモリー鍛えていけないと、同じ時間ですね、練習とか勉強とかしても身につく能力が減っちゃうから意味ないんじゃねえのっていうですね、そういうお話なんですね。で実際に、ね、今日ご紹介する研究はプリンストン大学が行った研究です。2014年にですね出た研究なんですけど、1万時間ですね、集中的な訓練を行ったら誰でもですね、こう、なんていうんですかね、こう、何でも身につくと。だからピアノやる場合でもそうだし、スポーツもそうだけど、1万時間集中的にですね、訓練を行ったら誰でもですね、天才レベルの、素晴らしい能力が身につくんじゃないのってことがですね、言われたのがこの1万時間法則なんですけど、まあ今、プリンストン大学の研究とか、あとはですね、ミシガン州立大学の研究とかでもですね、これ元ネタになってる、こう、1万時間ですね、こう、訓練したら、身につくんじゃないのって言われてるですね、論文に不備があるんじゃないってことですね、ミシガン州立大学とかも言ってて、練習量がですね多いか少ないかって実は関係ないかもしれないと。で なんでかっていうと、練習量が少なくてももう本当トップとか天才と呼ばれるような一流になっちゃう人っていうのが一部いるんですよ。で逆にすっごい練習しても、まあ、いつになってもうだつが上がらない人ってのもいますよねというお話なんですよね。そうだからですね、ここら辺が、ポイントになってきます。はい。だからじゃあどれぐらいその1万時間の法則とか練習って、そもそも僕らが何か練習するときって、その特定の分野をマスターするのに練習ってどれぐらい必要なのって、語句練習するのってどれぐらい大事なのと、まあ、練習が無駄とは言わないんですけど、練習以外にも大事なものあるよねっていう話がですね今回の研究の、内容で、実際ですね、例えば僕らが、音楽とか、まあ、何でもそうですよ、ゲームでもそうだし勉強でもそうだし、であとはまあスポーツとかそういうものもそうなんですけど、練習ってでどれぐらいその分野をマスターするのに大事なのってことをですね調べた研究、この今回のプリンストン大学の研究によると、なんとですね、練習の重要さってのはジャンルによって違います。ジャンルによって違うんだけど、平均でなんとわずか 12% だったんですよ。
はった話ですよね。だからつまり練習が多いかどうかっていうのは関係なかったんですよね、ほとんど。 12% しかその分野でのその、まあ、その知識をマスターできるかどうかってことはですね、練習で 12% は決まるけど、でもそれ以上にですね、ワーキングメモリーとか、あとは個々人の才能とか、そういったものがですね、結構重要になってきちゃうんじゃないのと、あと練習のやり方とかですね、はい、そういう風なことが言われてるんですね。 12% って結構シュールですよね。はい、で実際ですね、練習の重要さっていうのはもちろんジャンルによって違います。ジャンルによって違うので、これ何とも言えないんですけど、例えばですが、まあ、ゲームとかのジャンルだったらですね、ゲームの場合は 26% ぐらいがですね、練習で決まるんですよ。だからね、あの、大悟さんといえばの梅原の大悟さんとかいますけど、そういうですね、ゲームとかの世界で活躍する人とか、まあ、あとはまあボードゲームとかああいうのも入るんでしょうね。で、そういうゲームとかの場合はですね、26% ほどですね、結構なんていうんですかね、こう、決まるんですよね。はい。決まるので、まあ、そういう意味で言うと、26% ぐらいは決まるから、まあ、ゲームの場合、場合だったら練習は結構重要ですよねっていう話になってくるわけですよ。で、じゃあですね、他はっていうですね、音楽の場合、音楽とかもですね、よく練習が大事って言われるジャンルですよね。で、音楽もですね、 21% は練習で決まります。ほう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 。だからまあスポーツとかゲームとか音楽ってのは割と練習で決まる分量が多いんでしょうね。はい。がですね、ここから先がシュールな部分なんですけど、じゃあ勉強とか、あとは専門的なですね、こう知識とか、そういったのはですね、どうなのっていう話なんですけど、これはですね、練習の重要さってね、かなり低くなっちゃうんですよ。はって話ですよね。ちなみに勉強の場合は練習の重要性なんとわずか 4% だったんですよね。あって話ですよね。つらった話ですよね。そう。だから勉強の場合も、まあ、例えば想像力を持って練習するとか、まあ、僕はニコニコでご紹介したような効率的な勉強法とか、大事ですね、勉強法とかインプットするテクニックとか、そういうのは大事なんだけど、実際にですね、練習自体がその勉強のですね、効果をどれぐらい左右するかって結構怪しいよねっていう話ですね。わずか 4% だったんですよね。はい。これその分野をマスターするのに、重要なものっていうのはですね、他にもあるよって話だったんですよ。4% だったんですよ。だからよくね、ね、たくさん練習すればその分成果出るよっていう風に言うんだけど、でもそれって体を使ったものとかそういうのだったらいいんだけど、勉強とかの場合は練習よりもちょっとやり方だったりだとか、教わり方だったりだとか、そういう方が大事になるのかもしれないですね。ちなみにもっと広いジャンルありますよ。専門職、例えば特定の専門家になれた人たちがよく、でもたくさん練習したから専門家になれたんですよとか、いっぱいね、そういうことしたから辛かったけど、辛い中でもつまらないと思いながらもいっぱい練習したから僕らは専門職になったんですっていう人いるんですけど、これも嘘っぽくてですね、どうやら専門職にですね、つけるかどうかっていうのは練習はですね、なんとわずか 1% しか左右しないんですよね。はって話ですよね。そう、これはですね、一応これはですね、まあ、こういうタイミングでね、なんか聞きましたね。ちょっと待ってね、練習が大事じゃないってわけじゃないんですよ。じゃあ なんでこんな違い出るのかって話をしますね。でですね、ここまで言うと専門職 1% しか練習に左右されない、勉強は 4% って言われるとですね、じゃあもうなんか練習とか勉強とか意味ないじゃんみたいな、1万時間の補足とかで1万時間ですね、やる意味ないじゃんっていう話ですする人もいると思うんですけど、これ何が重要かっていうと、じゃあ勉強とか練習が意味ないよっていうわけじゃないんですよ。何かっていうと、個人のスキルの違いってありますよね。例えばそのすごいですね、例えばスポーツでうまくいってる人とか、あとは勉強の能力がある人とか、まあ、心理学が得意な人、数学的な才能がある人っていろんな人がいると思うんですけど、こういう個人のスキルの違いっていうのは練習だけじゃ説明できないよねって話なんです。だから練習以外の要素もあって、個人のスキルの違いっていうのは出るから、いやとにかく練習すれば全てうまくいくんだってゴリゴリ練習しても報われない可能性があるよっていうのはですね、今回の研究の重要なところなんですよ。だから個人のスキルの違いを、どういう要素が左右するのかっていうと、ゲームは 26% ぐらい、音楽 21% だから、ゲームとか音楽とかスポーツに関しては練習っていうのが個人のスキルの違いを説明できるんですけど、勉強の能力とか専門職になれるかどうかみたいな、専門職としてのスキルっていう意味で言うと、練習は大事なんですよ。練習しなきゃどの分野でもダメなんだけど、でも練習だけじゃ足りないよねっていうことがですね、言われてるんですよ。だから今回のテーマが、要するにその無駄な努力もうやめにしませんかっていう 副題になってるのは、なんでかっていうと、練習だけじゃダメなんですよ。だから僕ら報われない努力したくないじゃないですか。皆様勉強は頑張ったけどうまくいかなかったとか、ね、何かをね、マスターしようと思ったけどうまくいかなくて辛い思いしたことあるじゃないですか。であれなんでかっていうと、その練習だけじゃ足りないんですよ。そう。練習以外の大事なところがあるから、それをマスターしてってあげないと、みんな勉強成果出ないし、専門職になろうと思ってもスキルが身につかないから嫌になっちゃうんですよ。それでやめちゃうんですよ。で、一方、ゲームとか音楽とかは、すごい好きって人いると思うんですけど、キャットファイトが始まりましたね。ゲームとか皆さんハマりますよね。あれなんでかっていうと、ゲームやればやるほど上手くなるんです。なぜかというと、 26% のですね、ゲームにおけるスキルの 26% っていうのが、そう、練習の違いによって判別できるからなんですよ。そう、だからつまりですね、僕らが
あの勉強とか専門職を身につけるためのスキルですね、仕事上のスキルを身につけるのに嫌になっちゃうのは報われないからなんですよ。そう、じゃあどうやったら練習が報われるようになるのかっていうのがですね、今日一番話したかった話なんですよね。そう、だから個人のスキルの差っていうのは練習だけではですね説明できないから、それ以外のところにも目を向けましょうよっていうのがですね今日のお話、です。はい、で実際これ間違えちゃいけないんですよ。練習は大事です。統計的に見てもやっぱり練習っていうのはすごく重要なんですけど、ただ1万時間の法則の人たちがが好きな人たちっていますけど、あの人たちは何でもとりあえず我慢してゴリゴリ1万時間やればプロになれるんやみたいなこと言うんですけど、あれは嘘だよねって話なんですよ。そうとかなんですよね。で、結局ですね、スキルの違いがですね、どういうところから出るのかってことはですね、まだ完全に特定されてるわけじゃないんですけど、一応ですね、よく言われてるのが2つあって、1つ目がですね、そのスキルを学び始めた年齢です。なるべく早い段階で学び始めてる方が、まあ、もちろんスキルを身につける能力が高くなりますよねってことなんで、まあ、やっぱりこう、歴っていうのはすごい大事ですよね。ってのが、これはまず1個目言えると。はい。まあ、やっぱり人間って何か物事を身につけるためにある程度の時間が必要なので、焦ってやるよりかは、もうゆっくりですね、こう、脳がですね、新しいスキルを処理できるだけの時間を取ってあげるってこともすごく重要に、なってきます。で、プラスアルファで大事って言われてるのがワーキングメモリーって考え方ですね。最初に言ったワーキングメモリーで、このワーキングメモリーが、やっぱり伝わってくると物事を身につけるスピードが速くなるんですよ。だから僕らって、まあ、よくほら勉強したりとか読書もそうですけど、本を読むの慣れてくるとだんだんですね、本を読むの速くなったりきたりとかですね、いろんなですね本が読めるようになってきたりとかするんですけど、これはなぜこういうことが起きるのかっていうと、結論からですね、やっぱりワーキングメモリーがついてきてるからじゃないのっていうふうに言われてるんですよね。はい、というわけでですね、ぜひですねワーキングメモリーを、鍛えるっていうのをやっていただくとよろしいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで今日もですね、おすすめの動画がですね、コメント欄またはですね番組概要欄の方からですね、出てきて紹介しておりますので、よかったら見てみてください。で、今日はですね、倍速上達法ですね。で、これはワーキングメモリーの鍛え方をまとめた動画になります。だからワーキングメモリーを鍛えることによって、大体ですね、2倍速ぐらいで物事を身につける能力っていうのはですね手に入るんですよ。だから皆さんが今まで1時間かかって身につけたことが30分で実は身につけられるようになるんですね。で、こういう風に身につけるスピードを上げていけばいいんじゃないのってのがですね、僕からの提案であり、ワーキングメモリーを鍛えてあげればですね、若い時に鍛えると特に良くて、これから一生ですね、ワーキングメモリーはですね、使えるので、新しいことをこれから身につけようと思う時にですね、まあ、どんなものでもワーキングメモリーを鍛えておけば、身につけるスピードってのは上がってくるので、変にゴリゴリ練習するよりか、ワーキングメモリーを鍛える時間を一定時間毎日作ってあげて、で、それで新しいことを学んでいくってことだった方が、まあ、努力が無駄にならなくて済むよというようなお話ですね。1万時間の法則についてお話ししたいと思うんですけど、1万時間の法則って皆さん知ってます？マルコム・グラッドウェルさんという人の本でですね、有名になったんですけど、もともとエリクソンっていう人のですね、論文が元になってるんですけども、これね、いつぐらいの論文だったかな？ミシガン州立大学の研究なんですね、大元はね。1993年に出た論文ですね。で、これによって、何かのですね、ジャンルのエキスパートになる。例えば、歌手として一流でもいいし、ピアニストとして一流でもいいし、まあ何でもいいんですよ。トレーダーとして一流でもいいし、何でもいいんですけど、何かのジャンルで一流になるためには、だいたい1万時間ぐらいトップの人たちと練習してるから、1万ぐらい時間練習したら、自分がなりたいジャンルでの、プロになれるんじゃないのみたいなことをですね、言って、まあ、非常にこう分かりやすい指標ですよね。で、しかも希望持てるわけですよ。1万時間頑張って練習したら、自分もね、プロになれるんだ、ダンスみたいになれるんだっていう風にですね、希望を持てる話なわけです。で、これですごい流行ったんですよ、これ。で、実際ですね、本とかにもなって、すごい有名になったんですけど、最近の科学ではですね、どうもこれは覆っている。もうほぼ完全に覆っちゃったなっていうことがですね、言えると。で、切ないことにですね、やっぱ練習しても、プロになれる人とトップレベルになれる人となれない人がいるわけですよ。だから、自分に合う、ジャンルを探すのが本来は一番いいんだよってことがですね、わかるわけですね。で、さらに、これ悲しいことに、天才は？じゃあ、どれぐらい練習してんのってことを調べたら、なんと、凡人よりも天才の人たちの方が、練習時間が少ないんですね。そう、つまり、1万時間の法則ってのはもう完全、もうどこから突っ込んだらいいのかわからないようなレベルの嘘だったんです。つまり、何かのジャンルでトップになりたいんだったら、自分が、いわゆるこう、1万時間練習すれば、なれるんだってのは嘘で、そうじゃなくて、なれる人となれない人、練習量の差ってのはですね、かなり開きがあると。で、トップになれる人ほどですね、練習時間が少なくて済んでるんですが、つまり、他人よりも少ない練習時間で、自分が身につけることができるようなものに力を入れてってあげた方が、おそらくですね、好きなジャンルで成功できるかどうかわかりませんけれども、その特定のジャンルでは、成功しやすいよねってことがですね、言えるようなですね、内容になってるってですね、結構シュールな、研究だったんですよね。そう、だからこれなかなかシュールですよね。
けで今日はですね、じゃあどういう風にすればトップになれるのかって話を一応、していこうかなというふうに思います。で実際ですね、これ練習ってどれぐらい大事なのかってことをですね、いろんな研究で、これ調べられてるんですけれども、結構ですね、練習がその人の才能を説明できるですね割合ってのは大体3割ぐらいじゃないかというふうに言われております。だから一生懸命練習してもその練習が皆さんの将来の成功に寄与する確率は3割ぐらいってことなんですよ。まあこれとはいえ別に練習しても意味ないですよっていうですね、話が出てるわけではないんですけれども、そういうことになってるわけですね。で、もともとは93年にですね、出たそのエリクソンさんの論文が元になって、2009年にマルフォン・グラドレさんが 1万時間の法則っていうのをですね本の中で紹介して話題になったんだけど、2014年のですねメタ分析で練習量って実はその人の才能をそんなに決めないよねみたいなことが、ね、出ちゃったって結構シュールな、とこだったんですよ。ただこれ、ね、先に言っとくんですけど、もともとこの1万時間の法則をすごい信奉してる人いるんですけど、この1万時間の法則とか練習が大事だってよく、ね、大会系の人もいますよね。練習が滑ってたみたいな、練習は裏切らないみたいな、歩いた距離は裏切らないみたいなですね、このね、営業足で稼ぐみたいな、ね、人もいますけど、もともとの93年の論文でも練習の重要性ってのはその人の成功の 48% を決めてるって話だったんですよ。だから実際は練習は大事なんですよ。練習は大事だけど、約半分ぐらいまでしか決まらないから、やっぱり才能はもう大事だよねっていうふうに言われてたわけですよ。で、さらに、今後ですね、そのですね、93年以降に出てくるいろんな論文ではですね、やっぱりどんどんその練習が、その成功に寄与する割合ってのがどんどん減ってっちゃって、で、現状ですね、2、3割ぐらいになっちゃってるんで、だからシュールですよね。で、実際にですね、これ、あと最近のですね、研究で93年のですね、練習、がですね、そのいわゆるこう 48% のですね、成功を決めるっていう結論になった論文を再現してみたというですね、面白い論文があるんですけども、同じ要件で再現してみたんだけど同じ現象が確認できなかったってですね、非常にシュールな、結果が出ちゃってるんですよね。でしかもですね、これ一応この元の論文だとやっぱりレベルの高いバイオリニストと、そうじゃないバイオリニストを比べて、レベルの高いバイオリニストは、一生懸命練習をしていて集中的に練習を行っていて、かつちょっと練習時間もですね、ね、さっき言ったみたいに1万時間の法則に乗っ取ってるみたいな話が元々の論文だったんですけど、追試したらですね、なんと最強のもう才能を持ってるようなバイオリニストの人たちっていうのは、まあぐらいのですね、バイオリニストと比べると練習量がやっぱ少なかったんですね。でこれケースウェスタンリザーブ大学の研究です。これですね、実際にバイオリニストをですね集めて、それぞれのですねスキルごとにですね、ベストなバイオリニスト、まあまあな人、悪い人って、そのあんま腕が良くない人に分けるわけですよ。で全員のですね練習量を、インタビューして、それぞれのスキルとですね比べるっていう実験を行ったんですけど、これですね、93年の実験と全く同じやり方をしているので、ちょっと緩い感じがすると思うんですよ。なぜかっていうと、そもそもバイアスかかるんじゃない？この研究ってことが分かるわけです。つまりどういうことかっていうと、一番最初にその人たちを、バイオリニストをですね、ベストなバイオリニスト、まあまあなバイオリニスト、悪いバイオリニストに分けちゃうわけですよ。で、その後インタビューするから、インタビュアー側が、この人はベストなバイオリニストなんだと分かって質問しちゃうわけですよ。で、こうすると、質問される側も、なんかこう自分のいいところをやっぱり喋れるようになってしまうんで、そういうバイアスがあったんじゃないのって、だから研究者がそのスキルを知ってちゃダメなんじゃないのってですね、ことにですね、注目したのがこの研究の面白いところなんですよね。そう。で、実際ですね、この問題をちゃんと調整して、測るわけです。つまり、誰がベストなバイオリニストなのかわからないという状態で研究者がインタビューを行って判断したらどうなるのってことを調べたら、なんと練習量の違いは、そのバイオリニストのですね、スキルの違いをですね、93年の実験では 48% 説明できるって言ってたのに 26% しか説明できなかったんですね。だからつまり何が言いたいかっていうと、バイオリニストでもね、他のね、人たちもそうなんですけど、結局、トップの人たちっていうのはなぜか練習量が少ないんですよ。まあ、練習量が少なくても、成功できるのに、まあ、一生懸命練習もするから成功するってのはもちろんあるんですけど、でもやっぱり、うだつが上がらない人たちに比べて練習量が少ないんですね。だから、練習すれば、必ずその練習は、とかですね、努力は裏切らないかっていうと、そんなことはないよね、と。裏切るか裏切らないか、もちろん練習は大事だよ。練習は大事だし、練習した方が効果上がるんだけど、でも、そのジャンルのことに例えば10時間使うんだったら、ね、他のいろんなことをチャレンジしてみて、自分が他の人が10時間かかるところを2時間でどうにかできるような、ジャンルを見つけた方が成功するんじゃないのっていうですね、そういうですねシュールな研究になっちゃったってお話なんですよね。なかなかこれシュールですよね。で実際にですね、これまた別なですね研究なんですけど、2014年にプリンストン大学がですね行った研究とかでも、分かってるんですけど、結構ね練習が重要かどうかっていうのはジャンルによって異なるんです。例えばゲーム、
格ゲーとかね、ああいうゲームを皆さんが上達したいと思うんだったら、練習がですね、その皆さんのゲームのですね、スキルをですね、左右する、確率がどれぐらいなのかって、だいたい 26% ぐらいはですね、いわゆるこう練習が占めてるんですよ。で、ちなみにこれはかなり多い方です。たった 26% なのみたいな。なんかあのね、梅宮大吾さんってね、なんか同じ大吾さんですけど、ね、格ゲーですごいね、上手なの、プロゲーマーの方がいらっしゃいますけど、ああいう人も一生懸命もう一日中練習したみたいな風に本に書いてあるじゃないですか。で、それって、でも 26% しかですね寄与しないんですよ。だから全く同じように彼と同じように同じレベルで、練習したところで、それはもちろん上手くなると思いますよ。上手くなると思うんだけど、トップレベルまでいけるかどうかって言ったら、それは 26% ぐらいしか、その練習量っていうのは比例しないよという話なんですよ。で、音楽はもっと少なくて、アーティストとかミュージシャンになりたいって言ってますけど、音楽もですね、なんと 21% ぐらいしかですね、影響しないんですよね。シュールですね。で、しかも勉強に至っては最悪ですよ。勉強 4% です。どういうことって 4% ですよ、4%。だから勉強はそういう意味で言うと、生まれ持ってない IQ とか、で、後ほどお話しますけど、それ以外の才能の部分が効いてるところが大きいんですよ。だから、愚直に練習しても勉強は、やっぱりできるようにならないわけですね。だからほらね、学校とかでもね、勉強しろ勉強しろ努力しろ努力しろって言われますけど、塾とかでも。でもやっぱり、ね、遊んでるし、ね、直前までですね、直前の夏まで一生懸命部活やってて、そこが終わってから一生懸命勉強するとですね、もうそれでその東大よかちゃん、半年くらい東大よかちゃんみたいなやつとかね、いてね、僕も学生の時にすごい不公平だなって思いましたけど、でもそれはまさにそういうことなんですね。勉強はそもそも努力というか、練習が、結果を左右する率が 4% しかないからですよ。で、最低でなんか専門職で、専門職。やっぱり何かの専門職なんで、プロになって成功したいって思いますよね。人間というのは基本的にはね、やっぱりね、やっぱ職人というかかっこいいじゃないですか。で、この専門職、練習がどれくらい左右してるのかと。専門職って言ったらもうそりゃね、専門技術なわけですから、練習がね、全てのような感じしますよね。実は専門職のですね、成功度合いを決めてるのは 1% だったんですね。で、これは何回も言いますけど、練習がダメなんじゃなくて、練習だけでは決まらないよ、他にも大事なものあるから、練習至上神話というか、努力至上主義みたいなのはちょっと気をつけた方がいいよって話なんです。だから これ個人のスキルの差っていうのは説明できないってところなので、例えば専門職が 1% ってのはどういう意味かというと、ただ単に練習量だけでもし個人のスキルの差が測れるんだったら、超練習してる人っていうのが基本的にはトップにいて、練習してない人がですねボトムにいるはずじゃないですか。でも実際はトップを調べてもすんごい練習してる人もいれば全然練習してない人もいるっていうですね、こういうですね差があったんですよ。でも能力には違いがないんですよ。だからつまり個人のスキルの差っていうのは練習だけでは、これはですね判別できないよねっていうのがですね今回の研究なんですね。で、実際にですね今科学者はですね、なぜ天才、こういう天才が生まれるのか、まあ、いわゆるずっと同じことやって成功するでもいいし、いろんなね、多くのことやって成功するのも何でもいいんですけど、いわゆる天才が生まれる理由っていうのはよく分かってないんですね。ところが、まあ、一応重要なんじゃないのっていうふうに言われるのが、そのスキルをですね、学び始める年齢です。だから、例えば、言語とか、数学とか、そういうのだったら、あるいはスポーツとかの場合だったら、年齢の壁がありますよね、やっぱりね。何歳ぐらいまでに始めないとですね、発音が身につかないとか、何歳ぐらいまでに始めないと、例えばスポーツ選手とかだったら、一番肉体の状況がピーク、肉体能力がピークになっている時に、パフォーマンスが発揮できないとかっていうのがあるから、そういう制限があるものとかの場合は、いつ始めるのかってことがすごく大事になってくると。で、それ以外は、ワーキングメモリーの方が大事なんじゃないのってことがですね、科学的には言われているわけですね。ワーキングメモリーってのは何かって、これ短期記憶能力、短時間皆さんの脳の中にですね情報とか置いておく場所なんですけど、これ面白いことに、このワーキングメモリーの能力が高いと集中力も高いし、自己コントロール能力も高いから、コツコツですね目の前のことをこなせるようになるし、仕事とか勉強にも集中できるようになるし、あとは感情のコントロールとかも良くなったりとかですね、もちろん記憶力も上がるんですけど、こういうですねもういろんなこうなんだろう、人生の成功につながってる能力っていうのがこのワーキングメモリーで、このワーキングメモリーは鍛えられるんですよ。だからおそらく人間の成功を決めてるのって、生まれ持ってるのも IQ とかそういう知能っていうのもあるんですけど、この知能だけではなくて、おそらく知能プラスワーキングメモリーっていうですね、このものがすごい実は大事なんじゃないのってことが言われてるわけです。ってことはですよ、逆に言えば IQ は鍛えられないから、ワーキングメモリー鍛える方がですね、下手に練習するよりいいんじゃないかと。で、実際様々な研究でもワーキングメモリーをですね鍛えておけば、新しいことやるときにもやっぱり身につけるスピードが速くなるんですよ。要するにどうなるかというと、練習時間少なくて済むんですね。どうせ少ない練習時間でさ、結果手に入るんだったらその方がいいじゃないですか。